朝からのスタートになります。7時半ぐらいかな、7時半ぐらいからの時間なんですけど、お天気もね良くなってきました。さっきまで曇りだったんですけど、ということで朝一からビールを飲んでいきましょう。クラフトビールを飲んでいきます。金色の外観が素敵ですね。失礼いたします。はい、皆様おはようございます。おっさっけーの塾長でーす。塾長部おっさっけー、今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今日は朝ですね、朝からのスタートになります。7時半ぐらいかな、7時半ぐらいからの時間なんですけど、お天気もね良くなってきました。さっきまで曇りだったんですけど、ということで朝一からビールを飲んでいきましょう。クラフトビールを飲んでいきます。さあ、前回登場しましたこちらの銘柄ですね、山梨県北杜市清里タッチダウンビールのピルスナーがね、なんだろう、全部美味しかったけど、ピルスナーがね私の中では格別にうまかったような印象がありますね。その瓶ビールを朝から飲んでいきましょう。とても至福の時ですね。では次でいきまーす。うん、さあいかがでしょうかね。では朝一から八ヶ岳に乾杯。いただきまーす。うん、美しい白い泡、そして琥珀色、失礼しました、ビールの黄金色ですね。ビールのゴールドの外観、金色の外観が素敵ですね。失礼いたします。うん、香りもとてもね清々しくてですね、麦の感じとホップの香り、草関係、そのような感じがあるんですけど、飲み口も非常にねまったりふくよかがあってね、ドライでキレがある、それもあるんですけど、よりふくよかな感じがしてよろしいですよね。何杯でも飲み飽きない、何杯でも飲み続けられるような印象ですね。うん、あーやっぱいいですね、やっぱりね。しかしこういう朝から飲むっていうのも非常によろしいですね。お酒の塾長ね結構朝から飲むんですわ。朝から飲むとまあどちらかというと勉強のためにね飲むことが多いんですけど、やはり何でしょう、お休みの日のね朝とかはね飲んで、そして昼ぐらい、昼ご飯を食べた後からね昼寝するっていうね、そういうパターンがねもしかしたら皆様方よろしいのかなと思うんですけど、私も結構昼寝してね復活するタイプが多いですね。でね、やっぱ朝はね光が綺麗ですわ。この朝の光っていうんですかね、その朝の光がねうまくお酒とかね映えるんですよね。よくねドラマの撮影は朝にされるとか、まあ、私もね都内歩いてる時、朝一からこんな朝早くからやってるんやっていうのをね見たことあるんですけど、やはりこういうお酒の関係もそうですけど、ビールもそうやけど、映えるのはやっぱりねこの朝の光、そういうものなのかなっていうふうに思いますよね。まあ今回ね、今日でね帰るんですわ。今日で、この八ヶ岳を去ってですね、また関東に戻っていくんですけど、まあ当初ね台風の予定ということでどうなるのかなと思ってたんですけど、やはり山の天気って変わりやすいみたいですね。まあ結構当たり前の話みたいですけどね。それでね本当は雨なのにずっと晴れてるとかね、そういう時があったりとかしましたんで、まあこれもねなんだろう、お酒の塾長は晴れ男ではなくて雨男プラス災害男ですね。いつもどっか行くと地震が起こったりとか台風が起こったりとかね、そういうねなんか雨が降ったり雪が降ったりで、足の腕が折れたりとか、足の腕ちゃうわ、かかとが、ね、捻挫したりとか、北海道行ってる時に大雪の時にツルンって滑ってね、まあ、もちろん寄った時になんですけど、思いっきり強度を捻挫してね帰ってきた時なんかえらいもう大変な時あったんですけど、
まあ、そういうなんだろういい意味災害にねお酒の塾長は晴れ男とかじゃなくて災害男っていうイメージがあったんですけど、今回はね現時点ではうまいこといったのかなっていうふうに思いますね。まあちょっと朝からのよもやま話でしたけどね、ぜひともお休みの日にこういう天気の時はですね、まあ雨の日でも全然いいんですけどね、雨の日の方がねじゃんじゃん飲むっていうそういう風習のね、例えば農家さんとかですね、山梨県の農家さんもそうですけど、あとは韓国ですね、韓国の農家さんも雨が降ったらマッコリですね、醸造酒のマッコリを結構ね飲むっていうそういう風習があるって聞いたことあるんですけど、まあ雨あの晴れでも雨でもどっちでもね朝一自分の気分が良かったらね飲んだらいいのかなと思いますよね。まあ、もちろん同居してるとかね、なんかあの人の目が気になる方とかはね、ちょっとね、あのやめておいた方がね、あの当然ながらね、あの人朝から飲んで大丈夫かみたいなね、感じになるんですけど、まあ、ある一定のお酒の熟成みたいにですね、ある一定のご理解をいただいてるね、強制してる家族だったらね、いいのかな、朝一からガンガン飲んでも、第三者に迷惑がかからんかったらいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、そんなことで乾杯して終わりましょう。では、今朝は、朝やね、今朝はですね、このタッチダウンビール、八ヶ岳ビールタッチダウンピルスナーで乾杯。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。お酒の塾長でした。塾長ぷ、塾長ぷ、塾長ぷ、お酒。